はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝原です。今日はね、科学の熱ですね。熱の伝導について基本から見てみるというテーマでやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、この私滝原直樹が塾業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップ、コメントもお願いします。今度ね、サンクスコメントっていうのができるようになって、これはいいな、助かったなっていう時はね、チャリーンと課金できるようになってますから、100円でいいんで課金してみてください。じゃあ早速やってみましょう。ね、これ熱っていうのね、これ暖かさの元を言います。この暖かさの元になるエネルギーをこれ熱っていうわけ。熱があるから電気も生まれるし、熱があるからストーブとかね、冬温まったり、逆にエアコンで空気をね、冷やしたりすることができるわけですけれども、でその熱っていうのはどうやって伝わっていくかっていうと、3つあるんですけど、今日は1つ目、電導ね。電導っていうのは、物から物へ熱が順に移っていくことです。例えばこのホワイトボードね、これ私ペタッと手をつけると、冷たいんですよ。ってことは、ホワイトボードに持っている冷たい熱が僕の手に伝わってるわけです。こうやって物から物に直接熱が伝わることを電導っていうんです。だから例えば湯飲みに熱いお茶を入れる。たら冷たかった湯飲みが熱くなる。これは熱いお茶の熱が湯飲みに直接伝わったんです。これが電導です。熱いコーヒーカップを持つ。手に持って、手が熱いと感じる。熱いコーヒーカップの熱が手に伝わったんです。これも電動です。アイスコーヒーが入っているコップを手に持つとは、手が冷たい、ね、コーヒーカップの冷たい熱が手に伝わったんです。これも電動です。これが電動の例なんですよね。で、その上で、じゃあね、電動がしやすいものとしにくいものっていうのがあるんですよ。金属は電導しやすいです。どんどん熱が伝わっていくんです。で、そしてどんなふうに熱が伝わりやすいかっていう、その中でも銀がね、金属、主な金属の中で一番伝わりやすくて、まあ普通使うのは銅、アルミニウム、鉄なんです。大抵銅、アルミニウム、鉄、銅が一番熱効率がいいんです。ね、だからガスでボーッとやって、銅の鍋が一番いいんですよ。で、次がアルミニウムの鍋で、一番伝わりにくい。まあ、そうって言っても、まあ、そんな伝わらなくないわけなんだけど、鉄が金属の中では伝わりにくい。銅、アルミニウム、鉄。で、特別に、まあ、銀が一番伝わりやすいんだけど、銀、銅、アルミニウム、鉄の順番です。で、まあ、ここでね、まあ、ちょっと後にしましょう。でね、伝導しにくいものってなんです。温めてもなかなか伝わらない。これはね、ガラス。木なんかも伝わらないです。なかなかね、もう一回燃えちゃえばね、熱くなるけどね、プラスチックなんかも熱を伝えません。だからフライパンには、手で持つところはプラスチックですよね、これ。もしくは木のフライパン、手に持つところは木っていうのはありますけど、木があると熱を伝えにくいからね、フライパンは熱くてもね、手に持つところは熱くないから調理ができるわけです。手に持つ鍋なんかもそうですよね、みんなね。これプラスチックでできてるでしょ。それは鍋が熱くなっても手に持つところは熱くならないように伝導しにくいものを使ってるわけです。そして伝導しにくいものを利用するものとして、発泡スチロールもあります。発泡スチロールっていうのは、冷たいものを入れといて、ね、その冷たいままにできますよね。なんでかっていうと、発泡スチロールっていうのは、その空気がたくさん入ってるんです。空気っていうのはね、伝導をほとんどしないんですよ。まあ、ゼロに近い。だ、空気っていうのは伝導しないんです。しにくいんです。だから発泡スチロールには空気の泡がたくさん入っているから、熱を通しにくいんですよ。これが伝導しにくいものです。さあ、じゃあ伝導しやすいものは、銀と銅とアルミニウム、鉄。順番、銅、アルミニウム、鉄、銅、アルミニウム、鉄、銅、アルミニウム、鉄ってね、目標のように唱えるんですよ。銅、アルミニウム、鉄、銅、アルミニウム、鉄、銅、アルミニウム、鉄って言ってね。で、じゃあその上でね、
さあ電動どうやって伝わっていくかというとね、さあ正方形の、ね、鉄の板があります。一番ここ、ね、ここを、下からアルコールランプで熱します。ところ熱はどうやって伝わっていくかというとね、こんな風に伝わっていきます。こんな風に伝わってきます。こんな風に伝わってきます。こんな風に伝わってきます。そうするとここが一番遠いね。こういうふうに順番順番に、熱が伝わっていって、最後ここが熱くなる。こういうの同心円状って言うんですよね。じゃあね、細長い鉄の板を一番左端をここからアルコールランプで熱したらどうなるかっていうと、ここからこういうふうに伝わってきますね。左から順番に、だから最後ここが一番最後ですよ、ね、ここが一番最後に温まるわけです。じゃ あ、まあ同じ金属、細長い金属を真ん中を燃やしたらどうなるか、ね、ここを燃やしたら今度こんな風に温かくなってきます。こんな風に温かくなってきます。こんな風に温かくなってきて、こんな風に温かくなってきて、こことここが最後に、ね、熱する。じゃあこのコの字の金属板をここにあったらね、こうね、こうね、たらね、ここからはこんな風に伝わってる。こうね、たら今度ここからはこんな風に伝わってる。こうごめんなさい、こんな風に伝わってる。だからこういう風に伝わっていくから、ここがラストです。でこれが、この金属のね、熱の伝わり方なんです。で最後にね、空気はほとんど伝導しないんだと。空気っていうのは伝導がほとんどないんだと。でそのおかげで、利用したものが魔法瓶です。魔法瓶っていうのはこの中がこういうふうにね、空洞になっています。これなんで空洞かっていうと、外側の熱が伝わらないからです。伝導しないからです。この中に熱が入りません。でそしてこの熱が逃げません。これ伝導しないからです。これが魔法瓶の、熱をね、維持できる、熱いものは熱いまま、冷たいものは冷たくできるのが、魔法瓶の仕組みなんです。例えば発泡スチロールもそうね、発泡スチロールの中にちょっとしたその冷たい氷の塊みたいなやつを敷いといて、生きた魚とか生の魚なんかを入れとくとね、これでずっと持つでしょ、ね、これなんでかっていうと、中に空気の穴がいっぱいあるんですよ。だから冷たい空気は伝導しにくいので外に逃げないし、熱い熱は、ね、外側のね、空気があるからで中に入り込まないんです。伝導がないんです。羽毛布団なんかも不思議に思ったことありませんか。まあ、羽毛布団っていうのはね、僕は小さい頃は僕はなくてね、重たい布団じゃないとね、なんかね、なんか信用できないんですよ。だけど、その羽毛布団をね、奥さんが買ってきてね、羽毛布団にした時に、なんかね、軽すぎてね、いやこれ風邪ひくんじゃないのって思うんだけど、これね、なんで羽毛布団はあったかいか。いうと、羽と羽の間に空気がたくさん詰まってるんですよね。このこういうやつあるでしょ、こういうやつ、こういうのがいっぱい入ってるわけですよ。でこの鳥の羽の間に、たくさん空気が入っていて、あったかい空気は外に逃げない、冷たい空気は中に入らない、伝導しないようになってるわけ。あとは羽毛布団のあったかさで、どんどんあったかくなるんだよね。これがまあ伝導なんです。じゃあもう一回ね、ざっとね、確認してみましょう。ね、熱っていうのは暖かさのもと、エネルギーのことを熱と言います。その熱の伝わり方の一つ目が伝導なんです。物から物へ熱が順に移ること。ホワイトボードを触ると熱が冷たいと思う。ホワイトボードの熱が、これね、入ってるわけです。で、そして湯飲みに熱いお茶を入れると湯飲みが熱くなったり、
熱いコーヒーカップを手で持つと手が熱く感じたり、冷たいコーヒー、アイスコーヒーの入ったコップを手に持つと手が冷たく感じる。こうやって物から物へと熱が順に伝わるのを伝導というんだと。で、伝導がしやすいものは金属、銀、銅、アルミニウム、鉄の順番で熱が伝わりやすい。ね、で、ね、鉄は使う比較的伝わりにくい。で、銀、銅は伝わりやすい。ね、で、伝導しにくいもの。これはガラスや木やプラスチック。だからこれは鍋の手に持つところに使う。発泡スチロール、空気。空気は特に伝導しにくい。あ、これ一つ言い忘れたね。で、伝導について、鉄を、ここ温めると同心円状に熱くなっていく。ここだったら、左から端にどんどん右へ移っていく。ここからこういうふうにね。で、そしてこの字だったらこういうふうに、こういうふうに。で、最後一番遠いここがね、一番熱くなるのが遅いんだと。で、これちょっとね、一つね説明しておきますね。これね、これね、銅の鉄と、あ、銅の棒とアルミニウムの棒と鉄の棒と同じ太さ同じ長さで用意して、ここにロウを入れて、ロウをつけるんです。ロウソクのロウね。で、ここを温めるんです。相当どの炉が先に溶けるかと、熱の伝わりやすさ、伝導のしやすさで銅、アルミニウム、鉄ですから、ね、銅ここから温まっていって、銅が一番最初に、溶けるわけです。で、アルミニウムはね、ちょっとずつちょっと遅いんだね。次にアルミニウム、鉄はそれよりもっと遅い。だから銅、アルミニウム、鉄の順番で熱がロウまで伝わって溶けます、ね、で、空気は伝導しない。それを利用したら魔法瓶、ね、空気や真空の、ここ真空にしたり、空気に入れとくことで外側の熱、内側の熱が伝導しないんだと。発泡スチロールもこの、空気の泡をたくさん入れとくことで、外側の熱、内側の冷たい熱が外に逃げないんだ。羽毛布団、羽の中に入っているしっかりガシッと捕まえられた空気によって、熱を外に逃がさないようにね、伝導しないようになっているんだってことなんだね。これがまあ伝導です、ね、いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、まあね、よかったら、サンクスコメントも入れてもらえると嬉しいです。では今日はここまでにしましょう。明日は、対流、放射をやりましょう。